どうも、スカイハイです。えー、本当だったら今日3月1日から、あのお、ラウンダーグラウンドというですね、毎年回っているライブハウスツアーを今年も回る予定でして、ただちょっとコロナウイルスの感染拡大を受け、えー、少なくとも、茨城、栃木、新潟の3公園に関して、えー、自粛を、えー、します。これも、こればっかりは本当にしょうがないというか、めちゃくちゃに、 申し訳ないですし、もう非常に残念。悲しい気持ちもいっぱいなんですが、こればっかりはしょうがない。えー、えー、受け止めていただけたらありがたいと思っています。振り替公演とかに関しては現在調整中だし、あのー、本当にこう、新潟の後すぐじゃ再開できるのかっていうと、この後のこう展開を受けてみないと、ちょっとすぐには何とも言えない状況という非常にあの、心苦しい、 上に、えー、何もできないとは思いきや、でも本当何もできないのかって考えたら、せっかくそのスカイハイチャンネル、YouTube のこのチャンネルをこう解説したタイミングですし、あのお、せめて3月7日の18時、まさにあのお、栃木で公演を行う予定だったその時間に、スタジオから生ライブという形で、えー、皆様にお届けできたらなと、スタジオと言え、 ま、家じゃなくても、あの、ダイレクトに、お届けしようと思っています。本当に、えー、ラウンダーグラウンド、ラグツアー、今年のラグツアーでやろうと思っていたこと、セットをほぼそのまま持っていきますし、まあ、ちょっと一部あの、いろいろな、<laughs> 問題で、あの、あの ライブじゃないとちょっとお見せできないところはあるんですけど、基本的にはライブでやろうと思っていたものをそのまま持っていきますので、ぜひ3月7日18時からここ、スカイハイチャンネルにて、えー、スタジオからのライブ、ぜひご覧ください。その後すぐまた、6月17日にはね、ベストアルバム、スカイハイザベストが出るし、俺からこう、お渡せるものというかできることは、あの逐一、ちくいち、 えー、お渡しできたらなと思っていますので、えー、何卒お体をお大事に、えー、元気に過ごしていただけたらなと思っております。俺も頑張ります。では、3月7日18時、ここでお会いいたしましょう。スカイハイでした。